態で、まあ、言われてるだけという感じなんで、まあ、そこに関しては、まあ、決まってからかなという、うん、今頭にはないですね、はい。ディープメガトン級タイトルマッチ、契約体重100キロ以上、昨年行われたメガトングランプリ1回戦は40秒、2回戦16秒、準決勝45秒、そして決勝、回避する井上のパンチをもらうがゾンビのように蘇生、そこから大暴れした。判定で勝利し初代メガトン王者となった。あのトーナメント自体も思い出のある大会なんで、まあ、守りたいって気持ちはすごいあります。体感から1年2ヶ月、防衛戦の時は来た。タイトルホルダーがある以上それを取りにかからない手はないでしょう。石井聡も卒業した名門国士舘大学で柔道に明け暮れ、一度就職した後2006年30歳ディープでプロデビュー。聖母の必殺技、それは投げ、そして投げプラス袈裟固め。現在この技だけで2連勝中。2年前の10月10日、2人は一度対戦。試合前に事件は起きた。聖を気合のジャンプをしたら自分の体重で足を負傷。ロープ持ってバーン跳ねたら膝がバキバキって言ったんですよ。その状態でもやるしかねえなってなってやったんですけど、梅木さんにバレて止められましたね。高十字断絶で10ヶ月リングを離れるも戦いの場に戻る。こんな状況でこんな負け方して俺はここで引けないと思ってまた戻ってきました。2年前怪我してたんだって言われてもって感じなんで、はい。川口の目指すもの、それは格闘技界の賞金稼ぎ。世界の強豪と戦って格闘家は儲かるということを証明したいという。お金は必要なんで、まあ、派手な試合内容で勝って、そうすることによってギャラの単価もどんどん上がっていくと思いますんで。一方の聖吾は居酒屋で朝まで働き、少し寝て昼から吉田道場で練習。格闘技だけでは食べていけないのが現実。メジャー団体出てるわけじゃないし。しかし2人にあるもの、それは格闘技への愛と相手に勝ちたいという気持ち。何秒とか何ラウンドっていうのじゃなくて、まあ、きっちりした形で決着つけたいなってのもありますけど、面白い試合ができればなと。まあでも最終的に立ってるのは俺ですけど、いろんなことをあだこうだ言っててもしょうがないんで、やるしかない。はい、とりあえずチャンピオンになるのは俺です。2年越しの初対戦が今始まる。メインイベント、ディープメガトン級タイトルマッチ、聖吾 VS 川口雄介。マッチしてたリベンジの機会がタイトルマッチとなって訪れました。普段練習を積む吉田道場のメンバーからは必ず取ってこいと送り出されました。初めて迎えるタイトルマッチ、故郷富山から今日は両親と姉夫婦も駆けつけました。聖吾、今メガトンファイトのリングに上がりました。
初代リーグメガ10級チャンピオンが初防衛戦を迎えます。今勢いよく走ってきてリングイン川口雄介、今日は初めて後楽園大会のメインイベントを務めます。タイトルマッチに先立ちまして日本国国歌の斉唱です。皆様ご起立ください。タイトルマッチの前に日本国国歌の吹奏が行われます。続いてコミッショナーによるタイトルマッチ宣言です。認定賞、本日これから行われるチャンピオン川口雄介と挑戦者聖子との試合は昨日厳正なる計量を行いディープメガトン級規定の 100kg 以上をクリアしました。よってこの試合をディープメガトン級タイトルマッチとして認め認定いたします。2009年10月10日ディープコミッショナー荒川博です。チャンピオンベルトの返還です。チャンピオン川口雄介は今日初防衛戦となります。果たして試合後もこのベルトを巻いてリングを降りることができるか。熊子さん、はい、このメガトン級というのは特殊なのが100キロ以下だと失格なんですよね。そうですね、100キロ以上が義務付けられているというのは非常に珍しいですね、アイテムなんですけども、もともとねこのメガトンファイトっていうのはですね、この後楽園ホールドの第一試合 の名物でしたよね、はい、それが今メインイベントですからね、メガトンが市民権を獲得したんじゃないですかね。これが史上初の出来事、はい、青コーナー挑戦者112kg フリーセイゴー、こちら挑戦者112kg セイゴ。赤コーナーチャンピオン 116.5kg ブルドッグジム川口雄介。そしてこちらチャンピオン初防衛戦です、川口雄介。ディープ3ラウンドルールで行われます。また5人のジャッジによるマストシステムで判定が行われます。ファイティングロードプレゼンツディープ44インパクト後楽園ホール大会メインイベントを迎えました。ディープメガトン級タイトルマッチ5分3ラウンド、メガトン級チャンピオンの川口雄介、今夜が初防衛戦です。聖子選手はめちゃくちゃ睨みつけてますね。なんといっても2年間待ち続けたリベンジの機会です。今日は初めて迎えるタイトルマッチ、故郷の富山から両親そして姉夫婦もこの一戦のために後楽園に駆けつけました。さあ短期決着かそれともフルラウンドか、初めて行われますメガトン級のタイトルマッチメインイベント、ラウンド1今スタートです。さあまずは川口前にいる、川口前にいる、突進してる、川口前にいた、コーナーに押し込んでいます。いやー菊野さん、はい、一瞬終わるかと思いましたけども、そうですね、やっぱり行きましたね、メガトンらしいですよね、はい、急になんかリングが狭くなっちゃいましたね。そうですね、さあバン